タンユアン、清水タンユアンタンユアンは中国の伝統的なシャオチーの一つ。当時の風物詩的な食品で、もち米で作ることが多い。クレゴでは、ユ、戦後では、丸台湾語では、エンゴ、八カ語では、エンと呼ぶ。通常は、紅白の二色で、アンは、ごまとあずきで作る、甘いものと肉で作る、塩辛いものがある。 クレゴでは言っといい、ネーハのものが特に知られている。白玉粉、ごま、ラード、砂糖、粉末黒ごまを合わせたあんを合わせて作る。色は白く、粘らないものが有名である。現在、ネーハの近隣ではこの製法が多く取り入れられている。高化目などの店が知られている。四川地域では湯窓かと称される。毎年、春節の時期に食べられている。 特に旧暦の元日と十五日の両日を象徴する食べ物である。単油ンは甘いものと塩辛いものがある。甘いものは黒砂糖やブラウンシュガーを使い、落花生、クルミ、ゴマ、ま、バラなどを加える。塩辛いものは外見を線形にし、肉、木、生姜などで案を作る。湯窓かまたは、と称する。作り方は、減少と単油案の間にあたり、 もち米で作った粉を湿らせてこねて作る。あはなく、魚を煮たものを入れる。食べる時に小麦粉、黒ごま、砂糖、落花生粉などをまぶす。当時の朝、タン油あと福立花を祖先にお供えし、その後、一家全員で朝食として食べる。参景者に提供するお寺の平安園比較すると小さく、あんも入っていない。通常、 黒砂糖と水を加えて煮るか、野菜と肉類などの材料を煮て、簡単油んを作る。ありがとうございます。